国土交通省では新たな環境基準をクリアし、従来の除雪グレーダと同等の性能を備えた一人乗り除雪グレーダが開発されたことから、老朽化した除雪グレーダの更新を進めています。この除雪グレーダは一人乗りとなり、助手が同乗することができません。そのため安全に作業を行うための留意点を紹介します。従来の2人乗り用と1人乗り除雪グレーダを比較しても、車両の大きさはほとんど変わりません。ブレードについてはともに 3.7 メートルから 4.3 メートル級ですが、ブレード高さについては1人乗りの方が低くなっています。キャビンが小さくなったことから、前方視界が向上し、足元も見やすくなり、今まで助手により行っていた安全確認をオペレーター一人で行えるようになりました。さらに死角となる場所の確認が行えるよう、3カ所にカメラを設置し、車内モニターでの確認、新たに追加した室内ミラーにより安全に作業できるよう改良されています。一人乗り除雪グレーダで作業を行うときは、一般車両の動きや作業装置の操作などに加えて、以前は助手が行っていた安全確認も一人で対応することになるため、走行車両や駐車車両、交差点などでの安全確認が求められます。ミラーや新たに装備された各種モニターを使用し注意するとともに、あらかじめ追い越しポイントを定め、後続車両を先行させ、無理な追い越しによる事故を減らしましょう。交差点では歩行者などに配慮し、安全な速度で進入し、こまめなブレード操作により作業を行いましょう。雪の抱え込み量が以前に比べ少ないため、ブレード操作が必要になります。トンネルなどの道幅の狭いところへ進入するときは、対向車線へのブレードのはみ出しに注意するとともに、無理のない安全な速度で進入しましょう。駐車車両などがある場合は、対向車はもちろんのこと、後続車両にも細心の注意を払う必要があります。搭載されている各種モニターを活用し作業を行いましょう。またウィンドローが駐車車両になるべく流れないようブレードを操作しましょう。後続の除雪車は後方の通行車両を常に確認し、渋滞が発生する前に回避ポイントを定め、一般車両を開放し渋滞発生を防ぎましょう。一人乗り除雪グレーダは従来の除雪グレーダに比べてブレードが小さく、雪の抱え込み量が少なくなるため、3台定段作業の場合、ウィンドローの影響を受けない先頭または2台目車両が望ましいと言えます。ブレード高さが低くなり、抱え込み量も少なくなっているため、後方カメラを確認し、雪のこぼれなどに注意が必要です。一人乗り除雪グレーダは従来のハンドルとレバーで操作する除雪グレーダと、ジョイスティックで操作するタイプの除雪グレーダも開発されています。
従来の除雪グレーダでは助手としての経験を積みオペレーターへと成長することが可能でしたが、全ての除雪グレーダが一人乗りとなった場合に備え、人材育成、技術継承の方法を検討するとともに、さまざまな除雪作業データを蓄積し、さらなる改良を実施していきます。